本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。今回は久々の多摩ネタと申しましても、ほとんど埼玉県になるんですけれども、西武山口線の特集です。さて、この動画をご覧になっている皆さんの中には、西武ドームや西武園遊園地を訪れた経験がある方もいらっしゃるでしょう。その道中、もし西武山口線に乗車されたなら、おそらくその通常の鉄道とは異なる姿に不思議に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は西武山口線の歴史とともに、その疑問を解いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。西武山口線のルーツは1950年昭和25年まで遡ります。当時開業したのが線路幅762ミリの軽便鉄道おとぎ線でした。愛称はおとぎ電車。扱いは正式な鉄道ではなく、遊戯施設、つまりアトラクションだったのです。最初に開業した区間は、多摩湖ホテル前駅から上園庭駅までの区間。その後、ユネスコ村の開業に合わせて、上園庭駅からユネスコ村駅の間が延伸開業し、上園庭駅は信号上に格下げとなりました。また多摩湖ホテル前駅は後に西武遊園地駅、さらに遊園地前駅へと2度の改名を経ています。さて、ここで2点ほど耳慣れない言葉が出てまいりましたので、補足で説明したいと思います。まず、多摩湖ホテルとは何ぞやということでございますけれども、多摩湖ホテルとは西武鉄道がかつて運営していたホテルで、現在の西武園遊園地の西門あたりに1961年昭和36年まで存在したとのことです。前回の西武園線の動画、これ上の方にリンクを貼っておきますけれども、こちらでも解説しました通り、戦前は村山貯水池、いわゆる多摩湖への観光客誘致をめぐりまして、旧西武鉄道と多摩湖鉄道が大いに争っておりました。ちょうどその頃、1928年昭和3年に旧西武鉄道の方が開業させたホテルです。続いて、ユネスコ村とは何ぞやということでございますけれども、こちらは幾ばっか聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。私も聞いたことがあります。ユネスコ村とは1951年昭和26年に日本のユネスコ加盟を記念して開業した遊園地で、西武鉄道系列です。世界各国の建築物が小さく再現されていたり、オランダ風車が設置されていたりと、テーマパーク的な性格を持っていたとのことです。1990年に一旦閉業した後、ユネスコ村大恐竜探検館として1993年にリニューアルオープン。恐竜ブームに乗じて人気を博したものの、客足の減少と母体である西武グループの経営再建を理由に2006年に営業休止となりました。ここあくまでも閉業ではなく休止であるというのがミソです。話を戻しまして、この2つの施設を結ぶ遊戯施設として敷設されたおとぎ線、戦後多摩湖周辺に広大な土地を手に入れ、観光開発を進めていた西武鉄道としては、アトラクション性を兼ね備えつつも回遊性の向上も目指したかったのだろうと思われます。おとぎ線は開業のわずか2年後、1952年昭和27年に地方鉄道法にのっとった正式な地方鉄道となり、正式名称も現在と同じく山口線となりました。しかし、おとぎ電車の愛称は受け継がれました。正式な鉄道となっても、料金体系は他の西武鉄道各線とは異なり、大人片道200円、子供は100円ときっかり決まっておりました。営業時間も朝9時半から夕方5時半までと短く限られておりました。このように相変わらずアトラクションとしての性格を色濃く残していたと言えるでしょう。ちなみに、1972年、昭和47年には、日本の鉄道100年を記念して山口線に蒸気機関車が走り始めました。当時の新聞によれば、首都圏唯一の SL だったそうです。現在は SL 大樹や SL 水上横川といった観光資源として活躍する SL が関東地方にも多々ありますけれども、ここ山口線はその走りと言えるかもしれませんね。おとぎ電車として長らく愛されてきました西武山口線ですが、昭和の後期に一大転機を迎えることとなります。
それは新交通システムへの衣替えでした。ここで新交通システムについて軽くご紹介いたします。新交通システムの正式名称は自動案内機乗式旅客輸送システム。案内機乗、つまりレールのない線路的なものですけれども、これの上をゴムタイヤの車両が自動運転で走る、バスと電車の合いの子のようなものとなります。1984年、昭和59年、山口線は新交通システム化に向けて一旦休止。翌1985年、昭和60年に新交通システムの路線として新規開業しました。愛称はおなじみレオライナーです。この時、路線の始点と終点が変更され、多摩湖線の西武遊園地駅から狭山線の西武球場前駅を結ぶ路線となりました。また途中駅として遊園地西駅が設けられました。この駅はかつてのおとぎ電車の始発駅でありました遊園地前駅の代替として設けられたものです。さらに線形についてですが、一部はかつてのおとぎ電車の路盤を利用しているものの、多くの場所で変更がありました。特に西武球場前駅へ接続するにあたって、西武ライオンズ球場の南側を進んでいた線形が東側をかすめるような線形に大きく変わっています。これまで南側を通過してユネスコ村まで結んでいた区間は新交通システム化に伴い完全に廃止となりました。さて、ここからはこの動画一番の肝と自負しております。なぜ新交通システムにしたのか、相馬ではダメだったのか、普通の鉄道を伸ばしてつなげればよかったのではないか、このような類の疑問に答えるべく、私この動画を担当しました音無が僭越ながら考察を行いました。なお明確な答えは出ておりませんから、あくまでも私一個人の考察に過ぎないということをご承知いただいた上でお聞きいただけると幸いです。西武山口線の新交通システム化について考えるヒントとして、山口線の周辺を撮影した3つの航空写真をご覧いただきます。これはまず1961年か69年の間に撮影されたモノクロ写真です。モノクロなのでちょっと分かりにくいかもしれないんですが、畑が広がっています。続いて1979年から83年の間に撮影された写真、これはつまり山口線が新交通システム化される直前というところですけれども、この時期には結構住宅が増えているなという感じがいたします。そしてさらに時代を進めて2019年ともなりますと、もう畑は随分と減りまして、住宅が随分増えたなと、そういう感じがいたします。このように時代を進めるにつれて、どんどん宅地開発が進んでいくわけです。そうしますと、西武狭山線の方から中央線の方に素早く出たい、あるいはその逆、そのような移動をする通勤通学客が増えることも考えられます。もともとの山口線は通称おとぎ電車、アトラクションとしての性質が強かったために、他の西武鉄道各線とは接続しておらず、乗り換えの考慮もありませんでした。また運行時間も短く制限されておりましたね。通勤通学需要が年々高まりを見せる中、このようなアトラクションもどきの鉄道ではその需要に応えられませんし、またせっかく両駅の近くに多摩湖線と狭山線が通じているのに乗り換えが考慮された設計ではないというのは、いささかもったいありません。通勤需要に耐えうる車両設備と他路線との接続の改善が求められていたわけです。またおとぎ電車の線形にも着目してみましょう。このおとぎ電車はもともと軽便鉄道でしたから、曲線半径が小さい、つまりカーブがきついわけです。しかも地形や周辺の施設に合わせてよくうねる線形をしています。そんな線形に合わせて普通の鉄道と同じ線路を引こうとすると、カーブがあまりにも急なので作れません。需要の問題と線形の問題、この2つの課題にうまく対応できるのが、ちょうどまさに新交通システムだったというわけです。新交通システムの特徴として、この2つの課題に関係しそうなものを2つ挙げてみましょう。まず1つ目に、普通の電車では輸送力過剰なものの、バスや路面電車では不足する場合に最適な中間ぐらいの輸送力を持つということ。2つ目に、小型で軽量な車両なので小回りが効くということです。山口線の役割として、これまで通りの観光路線に加え通勤路線としての性格も兼務させるには、
バランスがちょうど良かったのでしょう。また別の側面から検討してみましょう。新交通システムは1981年に神戸で初めて実用路線として開業したものです。これは山口線が新交通システムを導入するわずか4年前のこと。新しい交通手段としてこのシステム自体が注目されていたのかもしれませんし、またそれを黎明期に導入したという点では実験的な意味合いも込められていたかもしれません。実際に当時実用化されてから数年しか経っていなかった VVVF 制御、これは直流の電流を三相交流、最も効率よくモーターを動かせる電流に変換しつつ、供給された電気の周波数や電圧も調整してモーターの速度を制御するシステムですが、この VVVF 制御を新交通システムで初めて導入したのは山口線でしたし、また新交通システムは無人走行が可能でありながら通常の信号機や ATS 自動列車停止装置、これは列車の正面衝突を防ぐために運転士が万が一信号を無視した際に強制的に列車を止める仕組みですが、この ATS を使用したワンマン運転を実施していたのも山口線でした。このように先駆的実験的な仕組みをいろいろと取り入れていたそうです。つまり私の考察のまとめといたしましては、なぜ西武山口線は新交通システムを導入したのか、その理由は一つ目に通勤通学需要の増加、二つ目にカーブの多い線形の対応、そして三つ目に最新システムの実験的な活用、この3つが理由として挙げられるのではないかと結論付けることにいたします。西武山口線の一風変わった歴史はいかがでしたでしょうか。最近の西武山口線に関しては二酸化炭素の排出量を減らす脱炭素の取り組みとして太陽光発電による電気だけで運行するようになったというニュースもありました。短くて地味な路線ではありますが、西武鉄道の中では未来を先取りするような鉄道の歴史を切り開くような、そのような立ち位置の路線なのかもしれません。ぜひレジャーでこの辺りを訪れる際は山口線に乗ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、低評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。